RD-861K は、ウクライナの液体燃料、ロケットエンジンである。シクロン -4 の3段目のエンジンとして、設計された。ピッチ軸と洋軸の制御ができ、ジンバルによって2軸の推力変更制御も可能である。エンジンは、シクロンの3段目に使用される、RD-861 系列をもとに、設計された。原型機種から、 大きな変更点はなく、エネルギー特性と高い信頼性を継承している。RD-861K は、原型機種と比べて、以下の点が改良されている。RD-861K は、自己着火性を持った、期待称ジメチルヒドラジンと4酸化に窒素の、組み合わせを推進剤として用いる。単一の燃焼室を備え、3回まで、再着火が可能である。 ターボポンプを駆動したガスは、主燃焼室へ送られ、燃料を加えられた上で燃焼する。始動時には、ヘリウムガスがタービンへ供給されて、ターボポンプを駆動する。このヘリウムは、格納容器に貯蔵される。水力変更には加圧された燃料を、作動流体として、アクチュエータで使用する。燃料成分の比率は、プラスマイナス1.0%以内に維持される。 2007年1月以来、ユージュマシュとユージュノエ設計局は、ジクロンイオンの第3弾用として複数回の再着火能力を備える RD-861K の燃焼試験を行った。2009年第1半期、1台は標準的なノズルを備え、もう1台は炭素繊維強化炭素複合材料のノズルを備える2機の、 RD-861K が試験された。使用上の最大連続燃焼時間は450秒だったが、一方は1053秒間、一方は1219秒間、合計2272秒間の燃焼試験が行われた。最大の燃焼時間は450秒だった。ありがとうございます。